見てろよ。そう、そう何度もうまくいくと思うのよ。こうだ。高いとこに降りるぜ。任せろ。あ、あれ、クソ逃げられちゃったか。お、いるじゃん。ハロー。うめえ。あー、ちょっと見えない、ちょっと見えない。あー、ちょっとこれでびっくりさせる。ほう、どこどこ、全く見えないんだけど。何今度は。え、何に撃たれてんの僕さっきから。こいつか、こいつ臭いぞ。なんか全然エイムアシスト感じない。隠れてる、見えてる。壁抜きできないの、あれ、あれ壁抜きできないの。あ、いけるじゃん、弾がないけど。はあ、まあここなら誰もおらんべ。なんだこいつ。あぶねえ。いや、しかもいいの持ってんねえ。一回だな、あれ。とつります、突っ込みます。あ、違う、あれ、飛行機の中、飛行機の中、これ飛行機の中、突っ込みます。違う、あれ、こいつか。やば、バウンティのあのマーク、あの全然違うじゃないか。ローダートがここで登場。あいつ撃たれて撃たれて撃たれてる、めっちゃ撃たれてる、めっちゃ中行ってった。こいつは中に入って戦闘をしていない。あれあれ、ローダート取ってんじゃないか、そこ。ええ、なんや、マンスさんは。お前か。え、消えた。え、あ、今いたよね。あ、今いた、来てる。ああ、なんだなんだなんだ、降りた。あ、処する。この辺3人ぐらいいますよ、じゃあ。あ、中か、中だ。え、見えない。外じゃん。あ、これもしかしてまた地の利。高いところを取った方がやっぱ勝つんやで。金金金金があるぜ俺には。もらったぜ。あ、ダウン、やべ、自己蘇生だ。待って待って、あれどれだ、あれか、あれだ、やったぜ。塀の向こう側、これ下通ってないか、こいつ下じゃね、下だな、下だな。見えねえ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 。ダメージを与えたら冷たもん勝ちやで。中から出てこないかこれ。あ、いるいる、ラッキー。レッツゴー。誰だ。あれ、これ人誰だ。あれ、あ、ゴーストか。ゲージ的に1階にいるっぽいけど。オーマイガー、あー、マジ。それ手前じゃね。
あれ、もしもし、もしもし、嘘でしょ、嘘でしょ、こんなところで、おい、マジかよ、最おい、ポンコツなんだが、おった、あいつだ、バウンティ。これもう UAV 呼んだ方がいいな。やられてないこの人。はあ？今日何人目だろう、今日何人目だ、これ今日十何人目ぐらいかな真っ白ですけど、どう真っ白、真っ白ですよ。もう今日マジもうさ、動画撮影してる時も全部こやつらに止められたんだけど、もうね、めちゃくちゃキルしていい試合も全部こいつが持ってくの最後。あとね、なんかね、正直ね、e スポープレイヤーうちらとかはね、もう本当にうまい人と打ち合ってるから、打ち合ってきたから、あ、ナイスナイス、もしかしてこいつもってことはないよね。あれ、あれあれあ、あれ、あ、そう、それはコンテナ、これですコンテナですけど、コンテナですね。何を見てるんでしょうかね、彼は。何を見てるんでしょうかね。何を。それコンテナ越し。それコンテナ越しですけどね。おい、かなり慎重に行くな。さあもう一発二発当ててかなり有利は取れてるんですけど、草の中から、ああちょっとこれ、おお、あー、無事か、いい、彼の盾を置こうとしたんだけど、いやー、えは、すごい、そうなん、え、なんもない、なんもない、誰もいないです。まあ、あと10人、これ見て終わりますか。すげえ、この人18キルしてる。あれ今どっから歌えたんやろなさあ、ん？でもさすがにあれみたいな、やっぱ多数の方法から歌れると多数、まあそりゃそうだよな。いい避けだ。引かれる。おお、降りて。ああ、そこでちょっともったいなかったな。
惜しかったんだけど。あ、え、今倒せた、今倒せた。さあ、あと、4人ですが、あのクオはちょっと当たらない。もう一個呼ぶ。いや、当たらないと思うんですけど、あそこはあの天井があるんですが、すげえ、ごめん、24キルしてる24キルしてる。壁抜け SR？ え、あ、このん、壁抜け SR？ え、この人がさっき SR 当ててきたのか、やっぱそういうこと、そういうことかな。なんか僕別の他の方向から撃たれたのかと思ったけど、この人がさっき当てたのか、それ見てる、下見てるさあ、あと、2人ですね。塔の下とあの小屋みたいです塔の下とあの小屋で終わりみたいです。開けましたね、出てきました。で、もう一人はすごく左を気にしてるから、もう一人あの左の小屋の方みたいですね。小屋の方みたいです。さあ、もうね、しっかりと当てていきますね。もう敵がコールドブラッドだろうが関係ない。おっと、ここで敵のクラスターストライクが、誰が呼んだんだろうね、これは。小屋の中、これ、これ、え、今壁抜けした、壁抜けした、今壁抜けしたな。あ、1v1 ですね。さあ、もう一人はその目の前にいるやつ。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ今日もね、じゃあこんな感じですね。俺たちは戦い続けるというわけでお疲れ様でした。